生後8ヶ月の時に広島で被爆した女性が宝塚市の小学校で講演を行い、児童たちに戦争の悲惨さを語りました。宝塚市立長尾小学校で自身の被爆体験などを語ったのは近藤幸子さんです。この講演は9月に修学旅行で広島県を訪れる児童たちに向けた平和学習の一環で、6年生およそ200人が参加しました。近藤さんは広島県に生まれ、1945年8月6日、生後8ヶ月の時に爆心地から 1.1 キロの地点で母親とともに被爆しました。講演では終戦から10年が経った1955年に原爆を投下した爆撃機に副操縦士として乗っていた男性と対面したことを振り返り、涙を流す男性を前にし、戦争そのものを憎むべきだと感じたと語りました。エノラ・ゲイは再び広島上空に来た。そして窓から広島の街を見た。彼曰く、街が消えていた。ノートに、My God, what have we done? 神様、私たちはなんてことをしたんでしょう。私が憎むべきは戦争を憎まなきゃいけないということが分かった。また世界では今も戦争が続いていることについて触れ、子どもたちに核兵器の恐ろしさや命の尊さを伝えていました。落としてって言われたから落としただけであって、憎むべきことは戦争だなっていうことが本当にその通りだなって。戦争が起きないように私たちの世代で戦争を止めていくっていうことが大事だと思いました。みんなに伝えたいのは、あの子たちにやっぱり委ねたい。次の時代はこんないいことをしたらいかんのだということをね、自分ができることは何かを考えてやっていってくれるのになれば嬉しいなと思う。近藤さんは今後も戦争の悲惨さを伝える活動を続けていくとしています。